魂伝承とはですね、あのアバブガールズ過去カリネーさんの、はい、イベントに参加させていただいた時の名前です。はい、いつもは補正かかっているのでは。補正って何、補正って、補正って何、補正って、補正って何、補正って、はいはい、ということでやっていきたいと思います。そうですね、座ったことはたくさんありすぎてちょっとお悩ましいんですよね。はい、イベントの時の名前、そう、イベントの時の名前です。はい、そうですね、教わったこと、いや、いろいろありすぎてちょっとわかんないんですけど、ほーちゃんが結構印象的なのはライブのステージに感情をぶつけるっていうね。はい、あ、そうだよね、違う、いつもとさ顔違うのなんでと思ったら、そう、化粧してないからだよ。それ違うよね、それはいつもと顔が違うわ。そうだよ、当たり前じゃん。リップさえも今日塗ってないですからね、やばくない？はい、ちょっと今ね、そう、あのレコーディングをねしておりまして、でそれでそう、その後に配信してるんですよ。でそのレコーディングね、学校終わりにバタバタ来たので、そうですよ、化粧も終えずにヤホーちゃんって感じでございます。はい。って感じですね。それでそのステージに、なん、そう、感情ぶつけろ、ステージに怒りをぶつけろっていうね、そうなんですけど、なんかそう、悲しいことだったり嬉しいことだったりムカつくことがあったら全部ね、そのステージにぶつけるというねことを教わりまして、ほーちゃんはね、もう今ね、なんだ、なんかそう、なんだっけ、この間あった、あれじゃないですか、あやカーニバル、そう、あやカーニバルの出させていただいたんですけど、そのあやカーニバルの時にめっちゃね感情をねステージにぶつけました。もうポンポーンって。はい、化粧もやずにヤッホーちゃん、そうですね、はい、あ、やばい、鳥肌立った今。はい、ってこととか、でもそれがやっぱり一番頭結構印象すげかったな。そう、本当ですか。そう、じゃあそう言っていただけてとても嬉しいですね。はい。そう、まっちゃんもね、そう、動画をねすごい見直したんですけど、いや、すごい楽しかったですね、やっぱり。そう、楽しかった、めっちゃ楽しかったし、すごく面白かったしっていう、こっちを耳にかけた方がいいんかな、あ、こっちの方がいいね。はい、来た来た来た、こっちですね。はい、もうなんかこちらこそすごかったですよ、本当に本当にすごかった。もう楽しかったです、もう楽しかったし面白かったし最高でした、本当に。やっぱあんな大きなステージでやると心がウキウキになっちゃいますよね。寒かった？寒いのか？寒いです、寒いです、はい、今日は寒いです、とてもね。でヒートテック3枚着てますよ、私ヒートテック3枚着てる、3枚、やばくない？そう、ヒートテック3枚着て、このモコモコの、見て、モコ生地の服着てるんですよ。いや、それでも寒いです。それに上着着て、その上にコート着てる、寒すぎて。そう、3枚は逆に効果薄まりそう。なんでよ、厚着は厚着、厚着大事。そう、アーリンと二の足はすげかった。いや、本当になんか、え、でもなんかそのリハーサルで、なんていうんですか、そのアーリンとのリハーサルで二の足を打ち合わせみたいなした時に、なんか私たちが、なんていうんですかね、リハをする前からもうなんか完璧で、ダンスも振りも一緒か。
そう、なんかさすがだなって本当に改めて思いましたね。本当に、うん、素晴らしかったです。はあ、はいって感じですね。すごい眠そうじゃない？顔、髪の毛の問題かな。ちょ、前髪がね、最近ね前髪を止めないようにしたんですよ。小前髪ちゃんね、この前髪ちゃんを止めないようにセットしてて、はい、こうなればいいのにね、こうなってほしいの。とてもこうちゃんとこうね斜めにヒュッて行ってほしいんだけど、あ、よくない、ほらほら、これ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 が欲しいと、こうなってほしいのにもうボサってなっちゃうからちょっと悲しいね。はい。はあ、ちゃんと覚えてからメンバーと合わせるなんて、ほーちゃんも学校行くとき予習していこう。なぜ学校？あ、テストってこと？でもテストは予習とか勉強っていうよりもやっぱ勘ですよね。うん、テストはやっぱ勘だと思う。勘と行動力が大事かなって思いますね、テストは。うん、そんな感じです。はい。やっぱテストに勉強はいらないと思うんですよ。やっぱりテストはそうですね、やっぱりあの勘でいくしかないかなって思いますね。はい。やばいですね、これがいわゆるうざい系女子ってやつですね。はい。行動力はカンニングとかですかって。行動力は大事だよ本当に。ここをどうするかっていうね、判断力も必要。判断力、まあ、勉強は判断力、行動力、勘があれば、この3つトリプルが揃えばもう100点満点ですね。はい、だと思いますよ私は。はい、勘良さそうだもんね。そうなんですよ、だから私もなんかこのあいうの中から選びなさいとか言われるじゃないですか。それとか大体当てます。グッジョブ。はい、なんかなんでしょうね、なんかここはとりあえずテストに関してはイが一番出るのが多いんですよ。イとウが多くって、あいうえの中だったのね。そう、イとウが多くって結構真ん中の方に答えを出しがちでのもあるし、テストの問題の出し方によって、あ、これは初めの方に出してきそうだなとか、答えをとか最後ら辺に出すかなっていうね、やっぱ勘で言ってますよねいつも。はい、で結構それで点数稼いだりしてますもん私いつも。そう、まあ、選択問題得意、選択問題本当に得意だよ。うん。そうそうそう、あ、なんかここはちょっと2回連続いいで続いてきそうだなみたいな、そう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 って感じですね。はい。わかる、私も勘だけで生きてきたでしょ。やっぱテストは勘ですよ。うん、勘が命。はい。そうって感じですね。心理戦、そうね、心理、判断力だ。あ、そうね、聞いてください、聞いてくださいよ。私この間まで画面バッキバキだったんですよ、携帯の。そう、携帯の画面バッキバキで、なんかあの電車に落としちゃったんですよ私。電車のあのホームでこう待ってる時に落としちゃって、めっちゃバキバキになっちゃって、あ、フィルムがね、そうフィルムがバキバキになっちゃって、変えなきゃと思ってたんですけど、いつも買う時間もないし忘れちゃうしで全然変えてなくって、でやっとね、いつだっけな、昨日だっけぐらいに100均によって買ったんですよ。そう、フィルムをね、もうベリーグッジョブ。もともと持ってた画面のフィルムがなぜかしら青色になるんですよね、謎だよね。そう、なんか光に、太陽に当たると青色に変化するやつで、で今回のフィルムはねそんなことなかったので、すごく、はい、素晴らしいです。なんかだから画面が綺麗、本当に綺麗。ほちゃんはすぐ画面をバキバキにしちゃうので、そうなんですよ、バキバキにしちゃうので、すごく綺麗ですね、本当にマジで綺麗。よくない？
でもなんかねちょっとね空気入っちゃったん、ここ空気入ってはないけどなんかちょっと浮いてるんですよね、強く持ちすぎてここにね、そうって感じですね。100均なんで大丈夫な、いやー携帯のフィルムなんて100均で大丈夫ですよ、十分です、そんなは。うんえでもなんかあれ欲しいんですよ、なんか外から見たら真っ暗に見えるみたいなフィルムがあるじゃないですか、あれめっちゃ欲しくって。そうなんか電車とか乗っててもなんかあえなに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 ねえ聞いてください、なんか最近すごい迷惑メールが来るんですよ、迷惑メールが、そうすごい今も来たわ今もこれで3回目、やばくない、しかも多分あ違う番号かな、これ同じ番号かな、いや分からんけどめっちゃ迷惑メール、ほらここ今手で押さえとっちゃうけどさ、ほらご本人これ読んじゃダメか読んじゃダメなやつだねこれはね、うんはい、読んじゃダメなやつだった、はいやばくない、ショートメールだよショートメール、ほーちゃんのほーちゃんの番号、ほーちゃんの番号バレてるみたいな勘だろうですけど、勘だと思うんですけど、やばいですね本当に、なんか怖ーい、うん迷惑メール来てでしょ喉が、そう本当にめっちゃ迷惑メール来る、本当に悲しいよ、本当に悲しい子だわお金取られるやつかって、お金なのかな、なんかでもね、なんかご本人ご不在のためなんかなんか荷物をなんかお預かりしましたみたいな、そう来てでそれで URL みたいな貼り付けられてるんですよ、 でもそれ押したら 100% 多分自分の個人情報とか丸分かりしちゃったりとかしたら怖いので押さないんですけど、多分そっち系だと思います、お金っていうよりかまあなんかその携帯の個人情報とかじゃないかな、うんね、なんか昔は全然そういうの来なかったのに最近になってめっちゃ来るんですよ、3件ほどですね、ね本当に怖い怖いって感じではーって感じですね、うん、俺も人に教えてない番号に迷惑メール来るでしょ、ね調べたの、なんかウェブでその番号を押して調べたらなんかめっちゃ評価がなんかめっちゃ迷惑ブーブーみたいな評価がいっぱいで、なんかめっちゃこういうの来ましたみたいな、リンクは押さない方がいいですみたいな書いてあって、あじゃあ押しちゃいけないと思って、そうそうそう、なんかすごいよね今の時代ってさ、そういうさ番号をさウェブでさ押すだけでさ結構わかるんだよ、やばくない、いやー世界って怖いなって思います、はいさすが SNS、 はいって感じですね、あー爪が痛かった、はいって感じです、 OK、 あ待って、 OK、 はい OK、 いい感じ、 OK、 はいということで今のおじ待って 今の時間は何時でしょうか、ちょっと待ってちょっと固まり、はいということでまあ今19時19分ですね、はい今日は40分くらいまで配信をしようと思ってますので、はい、ぜひゆっくりとねゆっくりじっくりまったりとね見ていってくださると嬉しいです、イエーイ、すっぴん失礼します、はいすっぴん薄い顔面が失礼しますやばくない、さすがにリップは塗ってくださいよって感じですよね、すいません、はいどう、なんかあったかい息をかけたらねピンクなんだよ、呼吸困難の人みたいな、あーすごい待ってちょっと待ってギフトがいっぱい来て、はい、スミさんクマさんありがとうございます、はいそして月さんクリスマスツリーなのかなこれは、そしてあゆみさんクリスマスツリーありがとうございます、はいそしてあゆみさんいっぱいのハートありがとうございます、 Love you ありがとうございます、そしてベムイクゾさんミラーボールありがとうございます、 Thank you、 はいそしてあゆみさんハートありがとうございます、イエーイラブラブありがとうございます、いやそしてベムイクトさんありがとうございます、だるまでーすコロコロコロありがとうございます、はいということでこれを読んでいるうちに、はいスミさんブルーレイ購入ありがとうございます、キュンですキュンですキュン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 です、
スミさんありがとうございます。イエイイエン。ちょっとテンションがおかしいですね。ちょっとはい、やばいですね、テンションが。医療地帯でございます。はい、すごーい。あ、待って、あ、ちょっと、なぜピエン。なんとなくやっぱピエンって何でも使えるからね。そりゃなんとなく使っちゃうよね。うん、そんな感じでございます。わあ、はい、そうな感じですね。いつものテンションやん。本当ですか？そりゃ良かったですね。とても、はい。いつものテンションなのであればね、すごい嬉しい。はーい。今ね、チーコがね、レコーディングしてるので、そう、チーコの番です、今。はい。それで、チーコの後に、そう、また違うメンバーがね、来るんですけど、チーコちゃんが歌ってめっちゃ可愛かった。めっちゃ、あ、終わったかな？帰る？え？先に。ああ先に帰るって。バイバーイ。よーちーこ出る？いいの出て。いいよ、すっぴんどうし。カメラよ。やばくない？今日のちーこ。髪の毛も戻った。髪だけ映れないんでここからだよね。すごい、なんかがん、かわいい。今日のすすめこれです。撮ったの？撮ってないの、写真お家帰って撮る。すごい、めっちゃかわいそうじゃない？なんかめっちゃ見てください、このパンパンに詰められた感。ちょっとかわいそう。めっちゃパンパンに詰めるやん。この子めっちゃかわいそうだけど、よくないこれ。いいと思う。落としたもんね。やばいね、水玉マスクだよ。これ自分で作ったと？うん、多分違うと思う。多分違うと思う。本当ね、派手なマスク好きなの。そういうこと？そうそう、虎のマスクとか普通につけて、なんかあれつけてきて、なんかギンギラギンみたいな。だからじゃないですか、なんか下にこうやってしたら絵が変わるみたいな。あ、スパンコール好きだよね。そう、スパンコールのさ、マスクつけてきてほしい。探しとく。やばい、今日も全身。何何レッスンしに来たの？大丈夫？関係ない、今日パステルから気をつけてね、痴漢されないように。一番様のマスクだからやめて。初めて聞いた人マジ変人だったから。もう変人だから大丈夫。はい、気をつけてね。うん、ありがとう。バイバーイ。お気をつけて。はい、おかえりなさい。バイバーイ。かわいい、超かわいい。はい。って感じですね。はい。もうおまわりさんこっちなんでや。いや本当に。あ、ちょっと待って、危ない危ない。はい。痴漢するほうちゃんやめてください。もうほうちゃんの印象がちょっとだだ下がりになっちゃうじゃないですか。初めて見た方がちょっとおかしいなこと思っちゃいますよ。はーい、はい、ということでちーこも無事帰ったところで。はあ、音量小さくてわからんかって、かって、うん。音量上げて上げて、いっぱい上げてくださいん。はい、触ってるほうちゃんも可愛いよ。うん、そりゃ喜んでいい言葉なのであろうか。はあ、そうですね。はい、しかし明日楽しみなような、寂しいような。いや、ほうちゃんはね寂しくないですよ。楽しみ、ほうちゃんめっちゃ楽しみだよ。うん、なんかそうね、なんかワクワク感と楽しみなのとドキドキ感ともいろいろ混じってて、もう超楽しみ。早くしてならんかなってぐらい楽しみだよ、もう本当に。いやマジで楽しみ。多分ね、学校もねずっとね、多分ね頭の中それしかないやろうねっていうねぐらい本当に楽しみですね。明日は楽しみすぎてハゲちゃいそう。はい。ほうちゃん今日も可愛いですね、大好き。やめてください、すっぴんなんですよ。今の声やばくなかった？めっちゃなんかやばい、引かないで。はあ、ほっちゃんすっぴんでも可愛いって本当嬉しいわ。ガチすっぴんなんでね、本当にリップさえも塗ってないし、チークさえも塗ってないし、目も何もしてないしっていう、下地さえも塗ってないっていうね。はい。はあ、
アプロアプロ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 プイ、はい、アプカでも10年追うことできてありがたい。いやそうですよね、もう10年素晴らしい、わーい。ほうちゃんはいつでも可愛いって、ありがとうございます。もうそれは嬉しいございます。はいはい、ありけりありけり、はい。それでね、ステージでもすっぴん希望。え、なんかだからあれなんですよ、ほうちゃんアフガニー入りたての頃マジすっぴんでライブしてたんですよ、本当に。なんか本当になんかフェス、夏フェス食べかすついてるみたいな、チョコレートみたいなじゃん。でここについててもなんか鼻くんついてるよみたいななるし、もうどうしたらいいのかわからない。これも多分ほうちゃんね、そばかすが集まってできたほくろと思う。これほうちゃんはそばかすが結構できやすいタイプなんですよ、本当に。見たらわかると思う、ほら食後のそばかすが結構ねちょこちょこちょこ、生で見た方が多分ねわかりやすいと思うんですけど、結構そばかすがねいっぱいできちゃう人なので、つらいって感じですね。はい、はい、ほうちゃんがいつの間にか髪の毛切ってた。え、結構前に切ってました、私髪結構切ってた前に、うん、多分2週間前くらい切ってる、切ってる、結構本当にかなり前に切ってる。2週間も多分ない、3週間前くらい、そう切ってる、うんレーザーで焼きましょう、怖いわ怖いわ、そんなアニメみたいな、やめてはあ、鼻のセンターのほくろを押すと変身するかも、マジやばいね、豚に変身しそうだよ豚に変身する、はいって感じですねちょっと待って、今時間であとね10分ということで、お題を出していきたいと思います。はい、お題、そうだね、次誰だっけ、待って見てなかった、やらかしたね、うん、誰だっけ、次誰だっけ、次誰、教えて教えて先生、なんか教えて、なんとか先生みたいな、教えてくれよ、うん、なんだっけ、誰、予想いくよ、まーちゃん、どうですか、違った、違うかなって、どうですか、わからん、やっぱり、ちょっと待って、じゃあちょっと待っててください、ちょっと待っててください、本当に申し訳ございません。はい、全然違いました、森永リーナさんでございます、イエーイ。はい、ニーナにお題か、なんだろうね、ね、聞いてほしいの、聞いて、なんか最近韓国のチキンみたいなのにハマってるんです、韓国チキン、そう韓国チキンにハマってて、多分今日の夜も韓国チキン、待って、マミーが朝ごはんにチキン食べた、韓国チキンが本当にハマってて、マジで美味しいの、本当に韓国のチキンが美味しいの、うん、本当に美味しいの。でその韓国のチキンにハマってるんですけど、そのおすすめの店ってあるかな、なんかそうチーズボール、そうこの間ね、そうこの間そうゆらちゃんとね、どこだっけな、新どこだっけ、なんかの韓国がいっぱいあるやつ、新大久保だ確か、あれ違ったな、確か新大久保、うん、にそうゆらちゃん、マジパンさんのゆらちゃんとね、そう新大久保にこの間遊びに行ったんですけど、その時にね新大久保だ、あれ合ってる、私合ってた今私なんて言ってた今、合ってたどこ落ちた今、あっち新大久保にね、そう新大久保にね、そう行ったんですけど、なんかそうチーズボールがあって本当に美味しかった。なんかチーズボールの外にチーズの粉が乗ってて、
でそこに私はいろいろトッピングできるんですけど、生チョコレートをねそうトッピングしたんですけど、なんか おすすめのお店とかありますかね、なんか韓国のおすすめのお店で行きましょう。はい、韓国のおすすめのお店、はい、なんかとかこの食べ物美味しいですよみたいな、そう韓国の食べ物紹介できます。じゃあ韓国の食べ物紹介かっこお店もみたいな、イエーイはい、これでいきましょう。はい、明日のニーナのお題は韓国のおすすめの料理かっこお店も、イエーイ。はい、ということでね、ぜひ韓国にハマっている方、韓国気になる方、はい、ほうちゃんと一緒に食事がしたい方、ぜひ明日ね、ニーナの配信見てください。よろしくお願いします。ウェイ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 。はい、ということで配信はここら辺で終了したいと思います。イエーイ。ということで以上、ほうちゃんでした。バイちゃーん、バイバーイ、バイチャー、バイチャー、バイバイ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 、またね、また次回明日会おうね、バイバイ、バイバイ、バイチャー、早く切れって